1分勝負ステップアップドリル1 minute。 フライヤーをさせない打ち方。ヘッドを先に当てることが大切になります。ハンドレイト、いわゆるフリップする動き、フリップさせて打つことができれば打ち出し角が高くなって落とすことができるようになります。コツはボールのポジションをいつもよりも左サイドにすることです。ヘッドを前に出していく、スペースを作ってあげる。そしてヘッドを先にフリップさせるような動きを取り入れていくということが大切なポイントになります。実際コースで試していただけると嬉しいです。